三世紀のタリム盆地。盆地北部の茶色部分が、木軸茶市は、中華人民共和国新疆ウイグル自治区アクス地区に位置する研究市。シルクロードのルート上にあって、古代オアシス都市国家基地国の栄えたちであり、下部の里と称される。石油や天然ガスが豊富な、西部大開発の重要な基地である。天山山脈南陸、タリム盆地北縁。 新疆をウイグル自治区中部に位置する。アクス地区東部を占め、西は、同地区のトクス県、シャヤール県に、東は、バインゴリン・モンゴル自治州のブグル県、和政県、ロプノール県に隣接する。温帯大陸性気候に属し、年平均気温は、摂氏11.4度、年平均降水量は64.5ミ、mm、リメートル、無双期間は266日、全国で、 年平均晴天日数の最多都市である。紀元前176年頃、月子が強度に敗れ、記事国を含む最域26国は強度に併合される。全漢の武帝の時代になると、強度の力が衰え、火星回廊から、タリム盆地は全漢の支配下となり、記事国も漢の長工国となる。新の王盲が死ぬと、しばらく最域と中国との交通は途絶えた。 五冠の時代に入ると、五冠はしばらく再域運営に着手できず、記事国をはじめとする、再域諸国は再び強度の支配下に置かれた。91年、五冠の藩長は再域を平定し、再域ともとなる。以降、再び再域諸国は中国の支配下に入るが、五冠末の動乱期に入ると、再び再域との国交が途絶える。 三国時代が精神によって統一されると、貴地国はまた中国王朝に徴降するようになるが、疑心南北朝の動乱期にあって、関大ほどの国交は結ばれなかった。五個十六国時代、前身の府県は北中国を統一すると、382年に旅行を再帰へ派遣し、三十余国を支配下に置いた。この時、貴地国の仏像である熊羅獣が旅行によって、 捉えられた。南北朝時代、北義の信仰や、従前の信仰があり、その都度、大国の支配下に置かれたが、兆候は絶えず、行われた。555年、従前が突決によって滅ぶと、記事国は変わって、特決の支配下に入り、王は、イルテベルやイルキンといった称号を帯び、トゥドゥンと呼ばれる特決から派遣された、観察官の監視下で効能を行ったが、一方で、 中国王朝にも朝貢をした。582年、特決が内部紛争によって、アルタイ山脈を境に東西に分裂すると、西域諸国は西特決に属すこととなる。640年、唐は西域の交渉国を滅ぼすと、そこに西州都護府を設置し、西域支配を始める。唐はさらに延期国、記事国も征服すると、記事上に、 安イトゴフを設置した。670年以降、チベットのトバンの侵攻が相次ぎ、787年にはトバンの支配下となる。840年、モンゴル高原の海骨が瓦解し、その一部がタリム盆地に移り住み、天山ウイグル王国を建設した。そのうち旧キジ国の海骨を基地海骨と呼ぶが、これも天山ウイグル王国の一部である。 天山ウイグル王国では仏教を信奉し、ウイグル語やウイグル文字が発展した。11世紀の半ば、クチャは、トュルク系イスラム王朝のカラハンアサの支配を受ける。12世紀、金に追われた、キッタン族のヤリツ大石がこの地へやってきて、天山ウイグル王国を服属させ、東カラハンアサを滅ぼして、清涼を建国したが、1211年に、チンギスカンに追われた。 内満足の口力によって清量は乗っ取られた。1218年にチンギスカンに征服され、モンゴル帝国の一部となる。その後、モンゴル帝国の領地が分配されるにあたり、この清量の土地はチンギスカンの次男チャガタイに与えられた。後に帝国が分裂して成立するチャガタイ半国の領土はほぼ清量のそれに合致する。チャガタイ半国は、 パミール高原を挟んで東西に分裂し、クチャの属する東側は、別名モグーリスタン藩国と呼ばれ、モンゴルの伝統を重んじる国家であったが、一時的に西、チャガタイ藩国から台頭したイスラム王朝のティムール朝に従属する。モグーリスタン藩家はこれ以降も存続したが、15世紀の前半になると、ジョチュルスの流れを組むウズベク。 カザフという二大遊牧集団に圧迫され、モグーリスタンの王族や諸部族は、次第に乱戦して、タリム盆地のオアシスに移り、かつてのチャガタイ人と同様に定住化、トルク化していった。16世紀、チャガタイの末裔の王族たちは、ヤルカンド半国を形成して、タリム盆地西部のオアシスの支配者になっていたが、次第に政治の実験は、 イスラム神秘主義教団の奉者たちに奪われていった。1680年、タリム盆地全域が、チベット仏教徒の遊牧部族ジュンガルによって、支配されたため、チャガ大家系の藩による政権は消滅した。1755年、真の権竜帝は、モンゴル軍と満州軍を動員した大軍をジュンガルに、進軍させ、わずか100日で、タリム盆地に逃げ込んだ、ダワチを捕獲し、 ジュンガル帝国を滅ぼした。清朝は1759年、ジュンガルの旧地を新たな教育という意味で、新疆と名付け、その半島に加えた。新疆の最高権力者は、相当入り遠いとこ将軍といい、代々喪失を含む満州族の有力者のみが任命され、入りカ藩のエオン城に常駐した。1862年春、四川から先生に侵入しようとした。 太平天国軍に備えるために動員された海民の断連が漢人の断連と衝突した事件をきっかけに、伊水盆地の全域は漢、海の相互殺戮に巻き込まれた。荒井海と称する平穏を保っていた海民に対する虐殺事件があちこちで発生し、逆に海民側が荒井海が来るという噂を流して先に放棄した場合もあった。これら海民の反乱は、 翌年に干渉、その翌年に新疆へと飛び火した。1864年6月、クチャの海民が一部の現地ムスリムと共同して干渉を襲撃したのをきっかけに反乱はごく短期間のうちに新疆全土に及んだ。イリのエオン城とかシュガルの満城の牢城はやや長期に及んだが、各地の中東軍は数ヶ月もしないうちに壊滅した。クチャの放棄者たちは、 トゥグルクティムールハーンを回収させた聖者の子孫であると信じられていたラーシディーン法者をハーンに衰退した。彼は霊的能力を宣伝し、教団組織を動員して人員と物資を集め、他のオアシスへの遠征軍を組織した。その軍勢は東のハミから西のヤルカンドまで遠征したが、これらの地方を完全に掌握するには至らなかった。カシュガルを掌握した。 高官土の軍人役部ベクは、ヤルカンド砲弾クチャウルムチの勢力を順次征服し、1870年には、天山以南の地域を、ほぼ支配下に置いた。1875年、新朝は、佐相島を、新京遠征の総司令に任命すると、まず、ウルムチを占領し、1877年4月には、ウルムチから、天山南路への関門であるダバンチェンの峠で、 ヤークーブの勢力に大打撃を与えた。その約1ヶ月後、ヤークーブベックはコルラにおいて急死し、その国家はあっけなくが返した。新朝は改めて、新教を統治すべく、今までの基人軍政官ではなく、肝心官僚にその統治を委ね、1884年に焼成を施行し、1886年までに検知を完了させた。 イリ将軍は名目的存在となり、ウルムチに駐屯する新疆順部が最高権力者となった。1911年に侵害革命が起こると、新疆の漢人の間でも太郎会に浸透した革命派が反乱を起こした。イリの革命派は、全イリ将軍の幸福を担いで軍事政権を樹立した。これに対し、新疆省庁の延滞家は、 洋造神の政治経験と軍事力を見込んで、彼を、悲佐木家系ゼ絶氏に任命し、ムスリム兵士の訓練に当たらせた。後に、延滞家が新疆を追われた際に、洋造神は特軍に推薦され、ハミのムスリム反乱や、各地の歌老会や、農民の反乱の鎮圧に当たった。一方で、洋造神は、イリの革命政府と和平交渉を行い、巧みに、 イリ政権を自勢力に取り込んだ。洋造新は、新疆の実権を掌握し、北洋政府から、新疆省の支配権を認められた。1928年には、南京国民政府から、新疆省庁に任命された。こうして、洋造新は事実上、新疆を独裁的に統治し、反対派を弾圧した一方で、新朝時代の統治制度を維持し、17年間、 新疆に政治的安定をもたらした。1928年7月7日、洋蔵神は当時の軍務長長、外交所長であった藩洋難らにより暗殺された。洋蔵神の副神であった金樹人は藩洋難をすぐさま逮捕、処刑すると新たな新疆省主席兼軍司令となって権力を掌握した。彼はムスリムに対して 圧力を加えた政策を行い、ハミヤ・トルファンの反乱を招いた。1933年2月、タリム・ボンチ南辺のホータンでは、マドラサの教師であったムハンマド・アミン・ブグラが、秘密裏に組織していた革命グループを動員して、放棄し、肝心官僚を一掃して、新政府を樹立した。この政府は、ホータンの一宗教指導者を、王にいただき、サービト・ダーモラーを、 シャイフアルイスラームに、ムハンマド・アミーイン・ブグラを、アミール・アルイスラームに任命し、イスラーム法に基づく統治を実施しようとした。この勢力は、ホータンからヤルカンド・カシュガルへ進軍し、1933年11月、サービト・ダーモンラーによって、東トルキスタン・イスラーム共和国の成立が宣言された。共和国の総統には、 ハミの反乱指導者であったホジャにヤーズを衰退し、サービトダーモンラーは首相となった。同じ頃、トルファンを占領していた、監宿のムスリム軍閥であるバチュウエイは、ウルムチに迫ろうとしていたが、ウルムチの正世祭がソ連軍を招いて撃退したため、西へ逃れて、東トルキスタンイスラーム共和国を壊滅させ、ソ連と交渉して、ソ連に亡命した。 共和国の総統であったホジャにアーツは、ソ連の使者と接触し、自らが新教省の副主席に就任するとの約束と引き換えに、首相であるサービト・ダーモラーを捕獲して、新教省政府に引き渡した。四街道、八鎮、六強を管轄、クチャの水土高熱資源は豊かである。特に、タリムの石油、天然ガス開発と、正規灯油工程の重要な基地である。 天然ガス埋蔵量は2兆メートルで、タリム盆地で発覚した埋蔵量の90%以上を占め、原油の埋蔵量は7億トンで発覚している埋蔵量の70%以上を占める。すでに採掘の始まっている油田、ガス田には、宮火かつヘシャゲ、銅が、あずま川包み、木場港、行き、かつ里かつ、大井、井南、維新、道なに、阿光廃者などがある。 発見された石炭資源埋蔵量は15.6億トンに達する。岩塩の埋蔵量は36億トンに達する。全県高地面積は79万ムー。過去のアレ値は約350万ムー。南強市の航空、鉄道、幹線道路が相交わり、旅客、貨物の集産地となっている。く着空港からは、ウルムチ、アクスへの直行便が出る。 南津吉鉄路が県域を横断し、石油、石炭運搬用専用線につながる。G314 国道が全県五鎮一京市場を貫き、G217 国道が天山を南北に貫通して、終点の茶で314線とつながる。区茶鎮はチ茶県の東端にある県庁所在地で、アクス地区でもアクス市に次ぐ第二の町である。 町の総面積は14,528.74平方メートルで、総人口は47万600人で、ウイックル族、漢族、海族、モコ族など14民族が暮らす。町は、タリムボンキ石油、ガス開発の中心地で、正規頭油の出発点にあたる。町の中心は、クチャ駅の南側にある。 くちゃ市は国家歴史文化名場に指定されており、くちゃチンは以下の観光地への出発点である。くちゃチンくちゃの観光スポット紹介北緯41度43分、統計82度58分、北緯41.717度統計82.967度、41.71782.967。ありがとうございます。